ひろゆきさんはもし過去の日本にタイムスリップをした場合、まだ子供のサイクにどうやって近づきますか？ひろゆきさんの論破力であれば親を説得することができますか？もしタイムスリップしてしまった時のために教えてください。普通に仲良くするんじゃない？ある程度その今のサイくんのその人生を知ってるので、ここら辺で出会っとくといいなというのはわかるんですけど、子供時代こうだったとかあるので、多分電気グルーヴファンっていう形で近づくんじゃないですかね。で、なんか、テクノいいよねって言って、ライブ行こうよっていう形で、なんかそういうテクノ系のライブがあるたびに誘ってくれるお兄さんみたいなポジションを取るんじゃないかなと思います。